みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はお年玉で買ってきたものを紹介していきたいと思います。で、今回買ったものがこちらのミキサーとこちらのアイマスクですね。いや、実に現実的、実用的ですね。ミキサーとアイマスクですよ、皆さん。まあ、はいはい。行きましょう。早速開けていきましょう。本当にもう使いたすぎてたまらなくて。もう使いたすぎてたまらなすぎて、あっけなく紹介したね。普通、私が買ったものはこれでとかやるのかと思ったら、あー、ちょっとこれですみたいな。当たり前かのように始まってるけど大丈夫そうですか、YouTuber さん。あ、じゃあ、テイク2。皆さん、テイク2。はい、ということで、私が買ったものは、ダラーン。アイマスクと、ミキさんです。イエーイ。ということで、開けていきまーす。まずミキサーから開けていこうかな。これはもうすぐ開けてね、すぐ終わっちゃうそうなんで。なんでミキサー欲しかったんですか？私はですね、プリンを作りたかった。プリンを作りたかったんですよ。プリン？そう、あの大学芋プリンって言って、うん、大学芋風プリン、うん、大学芋風プリンを作りたくて買いました。なるほど。めちゃめちゃ美味しそうなんですよ。芋、リミにも見せたら美味しそうって言ってくれました。へえ。コストコでね、さつまいもを買ったんで。あ、確かに。うわー、ミキサーだ。これはミキサーですよ。はい、ということで中に入ってたのはこんな感じです。本体と中に入れるやつと蓋と説明書。多分これにね、あの何作ればいいとか書いてあるはずなんだよ。おすすめのスムージーの作り方みたいなのが。まあでも最初はね、あのバナナとかさ、あの定番ものでやりましょう。続いてはこちらのアイマスク、アイピローですね。はい。私雪遊びしてたんですよ、うん、あの雪が降った日に友達と、うん、してたね。学校でさ、先生のさ、埋めたりさ。先生埋めたんだ。友達の顔面に当てたりさ、多分すごく楽しく友達とかと会ってたんですけど、次の日すごい目が腫れちゃって。なんでかっていうと、顔にかけられたからなんですね、雪を。っていうかね、学校その日あのお昼で終わって、うん、帰ってきてからまた遊びに行っちゃったんですよね、しおちゃんは。はい。お友達とまたさらに公園に、はい。もう5時ぐらいまで全然もう帰ってこなくて、何時間遊んでたの、外で。3、4時間遊んでたよね。1時ぐらいに行ったから。そうだよね。2、3、4、5、4時間ぐらい。4時間でしょ？もうずーっと外で雪遊びしてたみたいで、まあね、まあ、ずーっとっていうか、まあね。だからさ、顔がもうね、なんか乾燥しちゃったみたいでカピカピで、ちょっと目が腫れてるっていうか、なんて言うんだろう、肌がもともと、あの、しおちゃんね、もともと肌がそんなに強くないっていうか、夏とかも焼けないタイプの人っているじゃないか。顔が焼いたら赤くなって、そうな、終わるっていう、うん、ママもそうなんだけど、だからね、多分ダメージがすごいね、雪焼けみたいな感じで、うん、多分ヒリヒリする感じになっちゃったと思うの、雪、そう、肌が。あのね、スキンケアしたら、化粧水塗ったらすごいピリピリして、うん、いつものが、しかも、いつもずっと使ってたやつが、すごい怖かったですね。どうしちゃったんだろう。それでね、アイプチもね、全然できなくてね、目腫れてて。いじけてたから、じゃあ目冷やしなって言って、あ、目温めなっつって、タオルで、蒸しタオルで一回やったんだよね。はい。そしたら重いのがめちゃめちゃ気持ちよくて、うん、腫れ取れました。そう。で、それが欲しくなったと。で、これが欲しくなったと。しかもね、これね、ウルウコットンっつってね、ヒアルロン酸、コラーゲン、ヒオウギエキスが入ってるみたいな。すごくないですか。しかもこれね、あの中ボールでね、すごい気持ちいい素材なんですけど、レンチンもいけるし、常温でもいけるし、
あの冷蔵庫でもいけるっていう、すごい素晴らしい商品。レンチンでもいけるのね。レンチンいけるのか。それそのままレンジ入れんだ多分。へえ、すごい。30秒だって。うーん、すごいですね。ということでね、こちら、はい、寝るときとかね、目が腫れちゃったなって時に使いたいなと思います。はい、ということで以上でございます。どうでしたでしょうか。すごい意外でしたね。意外でした。もっと漫画50冊リップ買ったよみたいな、うん、イメージだった、うん、なんかこういうのを買うと思わなかったからびっくりしました。あ、これからどんどんね使っていきたいと思います。ということで、それではバイバーイ。